誰にも見つからないでくれよ。俺もすぐ行くからな。さあ、美佐子さん、もう少しだから。おーい、ラン、下までは降りたが、これからどうするってんだ。向こうの遊園地に逃げ込むの。いいから言う通りにして。いいぞ、なんとか無事に脱出できたみたいだ。次はガムランとケイト、あの二人をなんとかしねえとな。セーブするかい？ダメです。ミセス・ミサコはどこにも見当たりません。クソ、一体どこに消えたというんだ。そう、わかりました。非常階段を降りて裏から逃げたようです。となると、そうか、遊園地だ。よし、追いかけるぞ。はい。見つけたわ。逃がさないわよ、ガブラ。おいら、本当にこの中へ逃げ込むのか？ええ、そうよ。さあ、美佐子さん行きましょう。横の扉から入れるみたい。くそ、最高級のおもてなしがどうしてこうなるんだよ。ランたちはうまく遊園地の中に逃げ込んだな。よし、次はメグレ警部に電話してと。ワイ捜査一課。すみません、工藤と言いますが、メグレ警部をお願いします。工藤君か。メグレだが、どうしたんだってことで。警部、詳しい話は後です。すぐにホテルラウンドパレスの裏にある遊園地まで来てください。うん、そこなら近くで銃声が聞こえて、さらに弾痕も見つかったという情報があってな。ちょうどこれから向かおうとしていたところだよ。それなら話が早い。犯人たちは武器を手に遊園地へ向かっているはずです。そうか、ありがとう。急いでください。実はその遊園地にランたちもいるんです。お願いします。よし、これでなんとか。あれは、まったく、どこまで手を焼かすんだ。母さんは多少手荒なことをしても構わん。とにかく捕まえるんだ。いいな。はっ。全員この中ね。必ず始末するわ。さもないとこの私が。ちくしょう、あいつらもう起きやがった。こうなったら警部たちが来るまで俺が足止めしてやる。さてと、まずはどうするかな。そうだな、突然明かりがつけば奴らも戸惑うはずだ。それにずっと動きにくくなるだろうしな。となると、電源はおそらく管理室にあるはず。よし、行ってみよう。
ここが管理室。なるほど、それらしい機械がいっぱい並んでるぜ。主電源のスイッチはと、これか。あら？え？おい！何なんだ一体？何？これは。よし。これで奴らは今頃戸惑ってるはずだぜ。さてと、次はどうする？まずはランに連絡を取らねえとな。ダメだ、ここも電波が届かねえ。クソ、一体どうすれば。グズグズしてると奴らが来しまう。ここはひとまず外に出よう。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。さてと、次はどうする？そうだな、まずはランと連絡を取らねえと。ラン、無事か？新一、ねえ、今どこなの？その話は後だ。とにかくどこかに隠れてじっとしてるんだ、いいな。隠れるってどこに？そうだな、今そこから何が見える？急流下りと未来アトラクションよ。それからメリーゴーランドと、その向こうにタワーも見えるわ。よし、それなら。いいか、急流下りのそばに隠れてじっとしてるんだ。え？でも。大丈夫、俺が何とかするから安心して待ってな。うん、分かったわ新一。待ってろよラン、必ず助けてやるからな。これでランの方はひとまず安心だ。さて、次はどうするかな。そうだ、次はガムランを何とかしねえとな。えい、まだ母さんがどこにいるのかわからんのか。すみません。よし、ガムランはあそこか。まずは変声機でケイトの声に変えて、それからボリュームを最大限にしてと。ガムラン大臣、お待ちください。ミセス・ミサコの居場所なら私が知っております。ガムラン様、その声はケイト。どうしてこんなところに？彼女とあなたをお会いさせるのが私の仕事だからです。さあ、これからは私の言う通りに。そうか。で、
母さんは一体どこにいるんだね。よし、引っかかったぜ。このままどこに誘い込むかな。ミセス・ミサコはタワーにいます。わかった、すぐ行く。あれがタワーだな。思ったよりも高そうじゃねえか。さて、ガムランたちはと。母さん、どこにいるんですか。私です、息子のエリックですよ。エリックのやつ、妙に優しいふりしやがって。だが、ランたちは絶対に捕まえさせねえ。次はどうする。そうだな、ここだと俺が動くには明るすぎる。別の場所に行ってみるか。すみません、ガムラン大臣、ミセス・ミサコは移動したようです。そうか、どこへ行ったか分かるか。ええ、もちろんですわ。早く教えてくれ、事態は一刻を争うんだ。よし、じゃあ次はどこにしようか。彼女は未来アトラクションへ向かいました。未来アトラクションだな。わかった。ここが未来アトラクション。確かに SF に出てきそうな風景だぜ。さて、ガムランたちはと。エリック、どこなの。まずい、あそこにいるのはケイトじゃねえか。どうする、ガムランたちとケイト同時には相手にできねえ。クソ、一体どうすれば。そうだな、まずはケイトを何とかするか。となると今度はガムランの声で。ケイト、まさか君が裏切り者だったとはな。その声はガムラン大臣。裏切り者とは一体。とぼけても無駄だ、君がスパイであることはとっくに分かってるんだよ。あら、そうでしたではどうします。まずは我々だけで決着をつけようではないか、ケイト・ローレン。望むところですわ、ガムラン大臣。いや、エリック。よし、引っかかったぜ。じゃあどうするかな。そうだな、ここだと俺が動くには明るすぎる。別の場所を探してみるか。ケイト、せっかくだ、他のアトラクションも見てみようじゃないか。君にふさわしい死に場所を探すためにもね。その言葉、まとめてあなたにお返しするわ。よし、じゃあ次はどこにしようか。ではケイト、今度はメリーゴーランドで待ってるよ。エリック、どこまで私をからかうつもりなの。メリーゴーランドか。ま、遊園地といえばお決まりだがな。さて、ケイトの方はと。さあエリック、ここならあなたの死に場所にはうってつけじゃなくって。かくれんぼはもう終わりよ。いい加減に姿を見せたらどう。確かに俺もそろそろ勝負をつけたいところだが。
向こうは木が茂ってて暗いな。あそこならなんとかなりそうだ。ケイト、ついにふさわしい場所を見つけたよ。向こうに深い茂みが見える。そこで決着をつけようじゃないか。いいわよ、望むところだわ。それにしてもまた随分と寂しいところだな。こんな場所を見ると嫌でも思い出すぜ。ジンとウォッカにアポトキシンを飲まされこんな体にされちまったあの時のことをな。この足音、ケイトだな。さて、ここまで誘導したのはいいが、どうする？よし、ここはひとまず隠れてと。ケイト、ではお望み通り、ここで決着をつけようではないか。どうしても姿は見せないというのね。でも ミスターガムラン、あなたの抵抗は所詮無駄なあがき。どうあがいても私たちの組織にかなうわけないのよ。よし、今だ。やったぜ。いい夢でも見てるんだな。さて、次はっと。ん？なんだ？はい。おお、新一、無事じゃったか。その声は博士。どうしたんだ一体？いや、実は全然連絡がないから心配になってな。今遊園地前の駐車場からアイ君にバッジを借りて通信しとるんじゃが。なんだって？博士、俺も今遊園地にいるんだが、中には入っちゃダメだ。なんじゃと？中には銃を持った奴がうろついてるんだ。とにかく入ってきちゃ危ねえ。わかった。じゃが何かあったらすぐに連絡するんじゃぞ。ああ、わかってるって。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。くそ、何がどうなってんのかさっぱりわかんねえじゃねえか。お父さん、いいから新一を信じましょう。けっ、またあの探偵気取りの坊主がよ。直に説明しねえやつの言うことなんか信じられるかってんだ。ランさん、新一というのはさっきから電話をかけてくる人のこと。ええ、私の幼馴染なんです。でも最近姿を消しちゃって、たまにこうして連絡してくれるんですけどね。心配なのね、その新一って子のことが。まで隠れてりゃいいってんだよ。もう我慢できねえ。おい、行くぞ。